皆様こんにちは、リフトです。なんだかね、久しぶりに挨拶から始めた気がしますけれども、今回はですね、先週に引き続きまして映画の最新の興行収入情報がやばすぎると、もう激アツですね。特に東京リベンジャーズと竜とそばかすの姫がもう本当にすごいことになってるので、まあ、それについてまたランキングトップ10というかね、1位から10位まで紹介させていただけたらなと思います。で、今回の情報は、先週の土日ですね、2日間、7月の24日から25日の、全国の興行収入、そして動員のランキングとなっております。では早速ね、もう今回も1位から発表しますね。1位から、どんどん発表していくということでやっていきます。今回の1位、竜とそばかすの姫ということで、おめでとうございます。2週連続1位ということでね、興行収入が土日2日間で5億2300万円、そして累計では興行収入24億円を突破ということで、おめでとうございます。いや、本当にすごいですね。まあ音楽と映像はもう間違いなしの作品でしたのでね、もうこのままの勢いだと細田守監督作品以上歴代1位の興行収入を記録すると60億の突破が、見えてきているということで、いや本当にすごいな。すでにもうサマーウォーズとか時をかける少女の興行収入は超えているんですね、現時点で。で、細田守監督の前作品の未来の未来っていうのは興行収入 28.8 億円ですので、もうそれまであと 4.8 億ということで、ね、もうこれ来週にも超えてくるんじゃないかということで、本当にすごい勢いで今回は伸びているということになっております。で、これまでの最高ですね、細田守監督作品の、ね、最高の興行収入が化け物の子で、こちらは 58.5 億円だったので、まあ、60億いけば、まあ、最大の興行収入、歴代ね、細田守監督作品史上1位ということになりますので、いやー、これも楽しみですよね。うん。本日ね、職場で感想交流なんかを行ったところ、職場の女性がもう本当にもう面白かったと、もう映画館でめちゃくちゃ泣いてたと、これは人生で初めてかもしれないというぐらい感動の声を、ね、いただきまして、まあ、僕も音楽と映像は本当すごかったねっていうのは、まあ、言わせていただいたわけですけど、いやーね、すごいし、やっぱ映像的な魅力と音楽的な魅力はやっぱミュージカル調なんですよね。まあ、だからこそ、まあ、その感情をこう揺さぶられる場面がね、多いというところで、まあ、今後もさらにこれは伸びていくんじゃないかなというところね。まあ、賛否両論はもちろんありまして、まあ、僕はいろいろ言ったわけですけども、まあ、ひとまず映画としてはもうめちゃくちゃ人気だし、やっぱ興行収入がいくっていうことは素晴らしい作品っていうのはもう間違いないことだと僕は思ってますので、ひとまずこの作品が行く末を見守っていきたいと思いますね。1位になるのね、楽しみに。まあ待ちたいなっていうのは正直なところです。楽しみですね。はい。では続いて第2位です。第2位、東京リベンジャーズということで、おめでとうございます。土日2日間で興行収入2億6200万円、累計では興行収入22億円を突破ということでね、先週に引き続き2位ということで、いやこれがね本当にすごい。今日 22.5 億円突破みたいなね、ニュースも出てましたけれども、実写映画ですよ。東京リベンジャーズっていうのはタイムリープヤンキー漫画で、漫画原作で、アニメ化されて、さらにヒットに火がついて、実写でもう大爆発ということでね、まあ、原作の漫画も大いに売れているわけですけども、映画の興行収入もう20億突破したのかというとね、僕20億くらいかなって正直思ってたんですよ。まあ、キャスターめちゃくちゃ多かったんですね、確かに。吉沢亮さんとか北村匠海さんとか今田美桜さんとかね、本当に今をときめく俳優たち、女優たちが出てくださってるということでね、まあ確かに、まあそれ人気出るだろうなとか、出てほしいなって思ってましたけども、想像以上ですよね。まあこの原作がもともと人気なところからアニメ化して実写化でもう見事にもう人気にこう火がつきまくってるなっていうのが、この作品なのかなっていうのはすごい、思ってますね。うん、まあ、原作者がね、枠井先生っていう、枠井先生と、なんか名前一瞬どうなんですけど、枠井多分枠井先生ですね。その作者の方はもともと新宿スマンっていう青年漫画を書かれてて、まあ、こちらは不良漫画ですね。で、それからまあ、タイムリープっていう現代要素をうまく付け加えて、今、東京リベンジャーズで先にやっているわけですけど、いや、すごいっすね。いや、もう大成功と言って間違いないんじゃないかなと思いますね。で、そちらもなんかすごい面白かったという声も聞きましたんでね。まあ、僕もそれは感想とか、どちらもね、あと、竜とそばかすの姫と東京リベンジャーズどっちも見に行って感想も上げておりますんで、ぜひね、そちら見ていただけたらと思いますけど。で、実写映画のアニメのね、アニメ、漫画原作の実写映画って、まあ、やっぱそんなに成功してる作品はなくて、むしろ失敗っていう作品が多いんですけど、まあ、これまでだってデスノートとかルロケン、今やってますよね、ルロケンの最終章やってると思いますけど、まあ、それが成功してると。ね、最終章の興行収入の推移とルロケンの、なんか同じぐらいらしいですね、これ。すごいなと思ってね。もうびっくりな数字となっております。で、カイジとかもね、成功してて、もカイジも、なんか、1作品あたり平均したら20億くらいだったと思うんで、まあ、20億突破したら大成功なわけですよ、そもそも。うん。まあね、かつてはブリーチなんて作品は興行収入5億なんてね、こともありましたし、まあ、ハガレンとかジョジョとかね、
まあ結構、まあ実写映画っていうのは難しいんですよ。いくらに漫画とか原作が人気であってもね。まあ東京リベンジャーズは文字通り大成功と、もう頑張れば50億とか行くっていうことだと思いますけれども、推移的には。いや、本当に楽しみだし、まあどんどん今人気が加速してってるところなんでね、もうやっぱ50億突破してほしいなっていう思いでしかないようですよね、本当に。漫画とかアニメとはまた違った魅力の見えるアニメじゃないわ。また違った魅力のある映画となってますんで、原作ファンとかね、アニメファンの方、また違った見方ができてくる。まあ、より笑える感じになってるんですね。より笑える感じになってる。もちろん俳優陣、すごいかっこいい。今田美桜ちゃん最高だよね、とか、いろんな実写ならではの感想も湧いてくる作品になってますんで、こちらも。ね、まあ、ぜひ50億突破してほしいなっていうのはすごい思っております。そして、続いて第3位です。第3位。初登場ですね。セイバープラスゼンカイジャースーパーヒーロー戦記ということで、まあ、これ僕は知らなかったんですけど、仮面ライダーセイバーと機械戦隊ゼンカイジャーを中心に歴代のライダーや戦隊も加わり、最強の敵に立ち向かうということでね、両シリーズのレギュラー陣の他ゲスト出演として鈴木福と、谷田、あ、すいません。読み方多分間違ってすいませんね。が登場するということで、すごいですね。初登場3位ということで、おめでとうございます。そして、まあ、4位が、ハニーレモンソーダ。そして、ゴジラ、5位、早かった。で、5位がゴジラ VS コング。そして、6位がブラックウィドウ。で、7位、やばいっす、7位。鬼滅の刃無限列車に入ってます、ということで、と思ったんですけど、いやーもうね、公開からどんだけ経った？ 41 週間経ったと。で、もう公開も終了なんて言われてますけどね。まあ、言われてますが、放映は終了するわけですけれども、いやーもう、僕もね、すでにもう円盤、ブルーレイの方持ってるんですけど、映画がまだそんなに人気あるっていうのはもう驚きなんですけどね。今回は22日から29日まで期間限定で、再上映っていうのが決定してて、その上でコロナの影響で配布できなかった、入場特典の煉獄杏寿郎誕生日記念入場者プレゼント、UFO テーブル書き下ろし、英語バースデーカーテン、新たに特典ついたことによって爆発的に伸びた。そして、県外から7位っていうか、もう終わったはずなのよ、公開は。もうっていうのが、今回の鬼滅の刃が7位に入った要因になってますけど、いや、すごいなと思ってね。本当に、得点配っただけでそんな来るかみたいな感じもはやしてますけれどもね。7位ということで、本当におめでとうございます。まあ、遊郭編もね、鬼滅の刃のこの無限列車の続編ですね。そちらもアニメ控えてますんで、大いに楽しみにしたいなと思っております。で、続いて8位が、るろうに剣心最終章、ザ・ビギニング。まあ、これも素晴らしいですね。そして9位。飛び出せ、ちょっと待って。すいません、ページが飛びました。9位。飛び出せ、鳴らせ、ぷいぷいモルカーという、こうね。SNS を中心に話題を呼んだパペットアニメ全12話を 3DMX4D で一挙上映するというね、映画も大人気らしいですね。なんか家族連れの子がめちゃくちゃ押し寄せてて、家族連れの方たちがめちゃくちゃ押し寄せてたっていうね、これも職場の方から情報をいただきましたけども、いい職場ですね。いやね、すごい人気だっていう。まあ、それ9位って逆に低いような気がしますけどね。本当に社会現象になってた。もう、モルカ放送終わってんのになんか毎回幻の1話とかでトレンドにもしてたの覚えてますけれどもね。いや、こちらついに放送始まって9位という子で、あ、ちなみに、100話にって同じく伝説の作品っていうか、モルカよりもさらに伝説の作品は、なぜかランク圏外となっておりまして、びっくりですね。で、10位がキャラクターということになっております。という感じで、先週末か、の最新の興行収入ランキング、そして情報は以上となります。ここまでご視聴ありがとうございました。またですね、面白い興行収入やってきたら、またこうやって動画撮っていきたいと思います。まあ、ひとまずね、竜とそばかすの姫と東京リベンジャーズの、最終的にどこまで行くのかって僕すごい楽しみなんで、またこうやって動画で報告すると思います。という感じで今回の動画は以上となります。ご視聴ここまでありがとうございました。